どうもピロシと申します。さあついにこの時がやってまいりました。僕が出すファイアーエンブレムヒーローズの動画としては最後になるかと思います。はい。でそう、ほんとコメント返せなくて申し訳ないんですけども、いろんなことを、全部ちゃんと見てます。いろんなことを書いていただけてるんですけど、やっぱりそう、ちょっと続けれないのかなと思ってます。で、この最後の動画としてはですね、何をするかってところなんですけど、多分そう、僕がこのゲームやめるにあたって、そう、飛空城のアップデートによってそう新しい仕様になったっていうことが一番のやめる原因だと思われて、そうだと思うので、結構いろんな理由があってそうやめるに至ったんですよ。とりあえずそれを何点かあるんですけど、それを言って最後お別れの挨拶をしようかなと思っております。はい。というわけでまず一つ目ですね。はい。まず一つ目はこちらですね。ゲームのイベントのところの項目になるんですけど、この、そう、最近追加されるイベントが、そう、すこぶる僕のモチベーションを下げてくれましたね。いろんなイベントあるんですけど、この下の2点がもう特にもう、ミキティをつけたと言っても過言じゃないですね。下からロキの班長遊戯守れ英雄最前線と、何があれだっていうと、そう、僕はこのゲームにシミュレーション RPG をやりに来てるんですよ。自分です、駒を操作してどう動かせば効率よく敵を倒していけるかっていう、それのみをやりに来てるんですよ。それなのにこの最近追加されるイベント、透明線は好きでしたね。一番好きなコンテンツかも。でも思いも集めてはしっかり動かせるじゃないですか。とりあえず大制圧戦も動かせる。あ、タップバトルは許さないですね。これも全くそのね、シミュレーションRPG要素ないですし、で連戦はある、ミョルニルある、グーテンはある、でオデヒーもだあれでしたね。投票対戦は一応まあコマ動かせるので許してあげます。やっぱこのオデヒーでってなったところあるんですけど、もうこの最新の2点でもう何それって思いましたね。なんでこう、なんだろう、別のシミュレーション要素を入れてくるんだろうっていう。一つも面白くないですからね。で一応そう、配信者としてね、こういう動画出せたら見てもらえるかなともチラッと思ったんですけど、ロキの繁盛遊戯なんで、いろんな有名実況者さん出してましたしね、おすすめの編成だとか、こうスコアの出し方とか、出してたんですけど、やっぱそういうのを逆にサムネだけ、中身を 見なかったんですけど、サムネだけ見ただけでも、あ、この配信者とはもうそういう考え方が違うなってのも思ったのも一点ですね。僕がちょっとストイックすぎるっていうのもあるのかな、変にね、ダメなんかな。やっぱりなんで、そうだって過去やってきた所作げとしては、そうパズドラモンスト FFB とやってきてるんですけど、こういうことはやってないですからね。その基本となるゲームでずっと遊ぶだけだと思うので、どのゲームももう全部やめちゃったんで、最近はどうか分かんないですけど、そのシステムを無視してなんかこういうよくわからんイベントを突っ込んでくるっていうのがすっげー落ちましたね。結局飛空城しかやることねえんかっていう。透明線だけは一番楽しみにしてましたけどね、先ほど言った通り。動画ネタとしても、かなりありがたいものもありましたしね。やっぱこういう無課金でもね、工夫してやることで、
課金税と対等にやれるっていうコンテンツは一番面白かったですね。無課金してんですけど、全然課金税優遇のコンテンツでもいいんですけど、最低限やっぱシミュレーション RPG 要素であれっていうそういうことを言いたいですね。これがまず一つ目ですね。はい、続いてこちらですね。僕が出してる動画たちなんですけど、最近ヒーローの動画出さなくなってあれなんですけど、やっぱりそう、どうしてもなんか頭打ち感が出てきたってのが2点目ですかね。毎日頑張って動画出してて、で、いろんな方にもコメントいただけて、ほんと感謝しかないんですけど、いや、当初に比べたら本当見ていただけるようにはなったんですけどね。なんて言ったらいいんですかね。そう、やっぱり、売れてる実況者さんの動画でも、そう、やっぱりせいぜい、その域には全然達しないんですけど、見られても初動で数千再生か。で、まあ、時間かければ1万超えてくるような方もいるんですけど、で、特に飛空場動画なんてもう、やっぱ1000再生程度くらいしか基本的にされてないような印象なので、その、なんて言ったらいいんですかね。今後ずっと続けていくと思ったら、もう、なんだろうな。それで、どんどんチャンネル登録も増えて、再生回数も増えていくっていうコンテンツなら、全然やりがいがあったんですけど、そう、頑張っても頑張っても伸びないし、チャンネル登録も増えないしっていう。まあ、それが、僕の、なんだろう、動画が、ね、面白くないとか、やっぱ動画の実況スタイルとしてはちょっと人をね、他人はありがちな、口が悪いとこもあるので、まあそういうとこも面白いっていう方も中にはいると思うんですけど、やっぱそういったことでね、低評価もまあ、あんまり気にしてはないんですけど、ちらほら多い動画も。やっぱサムネタイトルでいじったやつは低評価多いですしね。なので、そう、仮に僕がそう、なんすかね、ヒーローズにおいて、有名実況者っていう枠の中に入っていたら、また考えたんですけど、やっぱり、どうしても中堅にも、どうなのかな？中堅ぐらいは行ってんのかな？ぐらいでずっと、いてるような感じがしたので、ちょっと長、そろそろ、なんか、なんだろう、なんて言ってんだろう。お笑い芸人で言う、なんだろう、売れた、売れてないっていう、売れてないって状態になるのかなって思ったので、ね、2、3年やってきてそう、こういう結果なので、まあ、徐々には増えたんですけどね、これもあって、そう、他のゲームもしたいなってのもありますしね。で、そう、やっぱ他のゲームやることで、そっちで何か新しい視聴者様とか、そういう僕にあったゲームが見つかればっていうのをもうずっと思ってて、じゃあそっちの道に行こうかなと。でもやっぱそっちに行くにしても、やっぱりこのヒーローズのヒーローズをやってることでどうしても集中できてないというか、こっちはこっちでいろいろやらなくちゃいけないことも多いので、それなら、やっぱ僕の性格的にはもう0か10っていう性格なので、やらないかめちゃめちゃやるかっていう性格なので、やっぱ中途半端はどうしても許せなくて、じゃあ新しい分野というか自分のね行きたい道に進むんなら、もうヒーローズはもう畳んだ方がいいんじゃないかってのを思いました。はい、これが2点目になります。はい、というわけで突然の実写版ピロジュンとなっております。はい、やっと散髪に行けました
てか、なんでマスク黒にしたんやろ。いかつさが増してますね。はい。ということで、3点目ですね。うん。で、3点目がもう、うん、あれですね。結局、もう、ソシャゲが、しんどいっていうのがもう、ありますね。うん。やっぱり新しいコンテンツ来たら、その攻略動画とか、なんか、ね、こういうおすすめのやり方すればクリアできますよってのを出したいですし、ガチャとか来たらさっさと引いて、ね、動画上げたいなっていうのもあるので、そういったなんだろう、急かされるというか、なんか自分のペースでできないなっていうのが、結構ストレスだったので、まあ、低い上に関してはもう勝手に自分が毎日あげようってことで始めちゃったのがあるんですけど、やっぱ根本的にもうソシャゲがしんどいですね。新しいキャラ出たらそうね、考察とかしてみたいとか、ストーリー出たらストーリーやりたいなっていうのが、どうしても出てきちゃうので、やってると結局そうしんどいならもうやめたいなっていうのが結構な、まあ、いろんな理由があるんですけど、割とこのソシャゲがしんどいってのが結構占めてるかもしれないですね。はい、ということですかね。以上3点プラス、新しい飛空場の仕様があれだったということになります。はい、いやー、ほんと、コメントもどんどん返せなってるのが一番悲しいですね。いや、純粋に12月がちょっと忙しすぎたっていうのがあるんですけど、やっぱそう、ヒーローズやめるにあたって、何が一番悲しいかっていうと、やっぱ、ね、同じ趣味を持った人たちと、ね、関われなくなるというか、それが一番悲しいですね。やっとそう、この、今、大晦日なんですけど。やっと時間が取れるようになってきたので、ここで、ほんと、約1ヶ月分ほど多分コメント返せてないので、一つ一つ、まだ休みあるので、返していこうかなって思ってます。はい。それが最後の恩返しですかね。で、そうっすね。やっぱ新しいお知らせであったんですけど、飛空場のまだ上限が解放されるみたいじゃないですか。28まで行ってたら31スタートになるんでしたっけ。29、30どこ行ったって話なんですけど。まあそれは置いといて。それ見たとき、まあ、自分のレベルだといけるのかなってのがちょっと、思って、モチベーションはちょっと上がったんですけど、やっぱそこでまた一度始めてしまうと、ズルズルいっちゃうのかなって思ったので、そう、やっぱり、スパッと、やめたいですね。てことで、やっぱり、自分の枠、フレンドの枠一つ、取ってもらってるのはすごく、その、いろんな意味で多分残してもらってるフレノさんがいっぱいいると思うんですよ。この先僕が復活するんじゃないかとか、またモチベーションが上がって動画出すんじゃないかとか、そういった意味でやっぱまだ、多分一人も切ってない、切られてないですね。ほんと涙が出るほど嬉しいんですけど、ここはそうですね、やっぱ一枠取らせてるのももったいないと思うので、しっかりフレンドさんは全部切って、ゲームの方はどうしよう、消す
それはできれば、僕がこうやって引退宣言したゲームって一つも復帰したことないんですよね。言っておくと、多分でも、ね、アプリ消すだけでも全部吹っ飛んじゃうのもあるし、パズドラとかもそうでしたっけ。ヒーローズに関しては連携さえ生きてればアプリ消しても生きてるってやつですよね、うん、なのでそうっすね、ゲームデータ吹っ飛ばしちゃいますはい、ということですかね。はい、うん、またというかダラダラやっててもあれなので、うん、これで以上になりますね。で、まあヒローズの動画は出さなくなるんですけど、来年からはいろんなゲームやってみたいなと思ってるので、うん、まあ人によっちゃピロチュン瞑想してんなって思われても仕方ないと思うんですけど、まあそもそも自分のスタイルがそういう、うん、ものなので、面白そうだなってゲームを全部手つけて、で一応クリアまではしっかりやるっていうスタンスでいろんなゲームやってきたので、うん、それを全部動画にできればなって思ってますね。はい。で、まあそう、ヒーローズは読めますけど、ファイアーエンブレム自体は好きなタイトルなので、新作出ればもちろんプレイしますし、で、そうですね、まだ動画として上げてないタイトルも結構あるので、一応先日、暁の女神クリアして、一応そう、ファイアーエンブレムシリーズは全タイトルやったっていうのを、うん、達成したんですけど、まあ、リメイクは置いといてください。エコーズだけはやったかな、ガイデンのリメイク。うん。まあ、そういうのもあるので、ファイアーエンブレム好き、うん、エムブレマーとしては、その動画しっかり出していく所存ではありますので、うん、そこは、うん、そこで繋がれたらなと思いますね。はい。はい。うん、こんなところにしときましょうか。うん。というわけで、もう今年も2時間切ってますね。いやー、だいぶギリギリになっちゃったんですけど。うん。はい。ってことになります。はい、うん、フレンドの枠が一つ減ってたら僕だと思ってください。というわけで、ここまで見ていただけた皆様、うん、良いお年を。これでいいのかな。はい。また来年からの動画もよろしくお願いします。はい。ご視聴ありがとうございました。